皆さん、こんにちは。MBA ラウンジの川尻です。今回はですね、MBA 受験で、残念ながら不合格になってしまったという場合の話をしたいと思います。まあね、この時期、いきなりね、不合格っていうのは結構こたえますよね。まあ、ここからまたどっか探して、アプライするとか。ああいうことにもなってくる人もいるかもしれないですし、まあ、あとはね、来年という人もいるかもしれないですよね。で、そんな時、じゃあなんで自分が不合格になったのかということを、やっぱもちろん知りたいと思うんですよね。で、それを次回に生かすということをやりたいというふうに考える人も、まあね、まあ、多いですけれども、かといってですね、じゃあ私なんで不合格なんですかという問い合わせてもですね、ビジネススクールは回答してくれませんよね。なので、理由がわかんないという、非常にこう、悶々としたような気持ちになってしまうんですけれども、まあ、その中でですね、まあ、理由わかんない。まあ、わかるケースもありますけどね。例えば、GMAT がね、すごい低かったよとか、そもそもね、英語力が足りなかったとかね、インタビューでそれで英語力、疑問に思われたとか、あといろいろね、考えにちょっと一貫性がなかったかなと、エッセイとか、そういったところでうまくね、一貫性のある考えを示すことができなかったかなとかね、いろいろあると思うんですよね。まあ、そういうものもあれば、こんな理由なのということで落とされているケースということで、3つご紹介したいと思います。まあ、これはですね、実際私がビジネススクールから直接聞いたものや、あと、まあ、彼らの会話の中で、まあ、こういうことかなということで、私が推測したものも含まれてますので、あとね、もちろんスクールによって違いますからね。その考え方は。なので、あくまでも参考程度にしてもらいたいなというふうに思うんですけれども、不合格になる意外な理由ということで3つお届けしたいと思います。まず1つ目はですね、あなたのスクール非常にね、ランキングが高くて、それで選びましたよというようなケース。まあ、これはね、ビジネススクール結構嫌いますね。この、答えを。やっぱりね、スクールの中身を見てほしいと思ってるんですよね。で、本当に、この私たちのスクールはあなたの、夢を実現するためにフィットしますよと。やっぱそういうような学生に貢献したいというふうに思っているので、ただ単にね、何も考えず、ランキングだけ見て高いからっていうのは、トップスクールであっても嫌いますね。中身を見てくれてないのかなというふうに思えちゃうんですよね。あと、そもそもスクールのね、調査しっかりしてないというふうに思えちゃう。なんていうのかな。まあ、MBA と、まあ、ビジネススクールと学生っていうのは1対1の関係じゃないんですよね。学生がそのビジネススクールに入ったら、その同じ同級生、クラスメイトにも大きな影響を与えるので、だから他の学生にも迷惑がかかんないような、そんな学生を入れるということは、すごく気を使っているということで、やはり、フィット感をしっかり確かめてくれて、それから、ね、しっかりと確かめてくれて、それでこう、クラスに貢献できる。まあ、そんな人をまあ求めているということですね。はい。これが一つ目。そして二つ目がですね、二つ目が、まあ、ちょっとね、言動が怪しいという人たち。まあ、言動が怪しい。別に意外な理由でもないかと思うんですけど。まあ、要はちょっとね、まあ、経歴とか、そういったところがちょっと怪しいということですね。なんかいろんなところを転々としてたり。ね、数ヶ月でなんか居住地を変えたりとか。
まあ、日本人だとあんまそういったケースないかもしれないですけどね。で、そんなのグローバルでいいじゃんっていうふうに思うかもしれないですけども、まあ、場合によってはですね、やっぱり世界中でいろんな人種のいろんな国の人たちを受け入れてますので、やはりなんかこう、犯罪者とかテロリストとか、やっぱそういう人がね、入ってこられると、もうこれはね、スクールの損害どころか、国にも大きな被害を与えてしまう可能性があるので、やはりそういうところ注意してますよね。だから優秀な学生を入れる以前に、何か悪影響が与えそうな学生を排除する。やっぱそういったところもすごく考えてます。まあ会社も一緒だと思うんですよね。優秀な社員入れる。もう大事ですけど、それ以上にやっぱ変な人を入れちゃいけない。もう会社全体に悪影響を与えちゃいますからね。アマゾンのジェフ・ベゾスさんが言ってましたね。そんな、採用に関して。なので、まあ、それに似たようなものかなというふうに思います。なので、まあ、言動が怪しいということですね。で、これが二つ目ですね。で、三つ目は、質問が多すぎる。幼稚な質問が多すぎるというようなもの。まあ何でもね、こう、発言すること、わからないことは何でも聞いてくれみたいな、こと言いますよね。よく、まあビジネススクールでもなんかそういった、こうね、ディスカッションするような場では、どんどん発言して、恥ずかしがらずに何でも聞けというようなことありますけど、まあかといってですね、幼稚すぎる質問聞いちゃいけないですよね。幼稚すぎるっていうのは、なんだろうな。まあ、幼稚すぎるとか、基本的な質問、ウェブサイトに載ってはすぐ調べられるようなものだとか、ねえ、そういったところだと、それぐらい自分で調べてよということにもなりますしね。まあ、要はそういうことですよね。まあ、そんな感じで、ちょっとね、質問内容があまりにも考えてない、短絡的なようなものだと、ちょっとね、あれというふうに思えるというのがあると思います。ということで、以上3つですね。1つ目は、ランキングで選びましたと言ってしまうケース。2つ目が、言動が怪しいというケース。そして3つ目が、質問内容が幼稚すぎるというようなケース。まあ、この3つかなというふうに思います。まあ、他にもいろいろありますけれども、それはですね、いろいろね、ブログとかメルマガでいろいろまたご紹介していきたいと思います。まあ、この動画でもどっかで説明するかもしれないですけどね。まあ、受講生の方はいろいろ直接 LINE でもメールでも聞いていただければ、ちょっとそこら辺ね、話をして、こう、対策練りましょうということになるかなというふうに思います。ということで本日は以上です。ぜひね、ためになったよという人はまたいいねいただければ大変嬉しく思います。それでは本日は以上です。ありがとうございました。